スインコース、そのインコースを西川が肘を畳んで運び込んでいきました。さすがは得点圏打率4割5分試合開始前までで誇っている西川、見事にインコースをさばいてツーランホームラン。好投を続ける床田に援護点、床田送りバントの後、よし任せたと言わんばかり1番の西川ツーランホームランで先制です。初球打ち上げた、レフト下がる、レフト下がってフェンス際、どうだ、入ったか、入りました、ホームラン、坂倉の先制ツーランホームラン。ここまでホームランが少ないカープですが、ここで坂倉に今シーズン第1号先制のツーランホームラン、堀田健心打たれました。いい当たりだ、ライトに飛んだ、さあカープとしての初ホームランが出ました。秋山翔吾、日本に帰ってきて、そしてカープに入団、その第1号が出ました。先制のツーランホームラン、これがバットマンの秋山翔吾です。これが本来のバッティング、目の覚めるような一発が出ました。初球、さあ磯村の打球はレフトへ、レフトへ、グランドスラム、磯村が大仕事をやってのけました。途中からキャッチャーのポジションに入りました磯村、なんとなんと満塁ホームラン、6対2、この辺りはレフト方向、長野の打球が伸びてスタンドに届きました。長野に1本出ました、今シーズンの初ホームランです。東京ドームのジャイアンツ戦でカープの長野が今シーズンの第1号、先手を取ったカープ、右バッターの長野が打ちました。今日スタメン起用の笹岡監督、まずそのホームランの長野起用が当たりました。今度は満塁の場面でのチャンス、センター方向伸びるぞ、どうだ、入った、入りました、カープは昨日に続いて満塁ホームラン、長野2打席連続バックスクリーンに運びました。2打席連続、今度は満塁、強烈な一本を東京ドームで放ちました長野、8対0、カープの勢いが止まりません。この当たりも大きいぞ、レフトウォーカー見上げた、上段まで持っていきました、マクブルームに第12号、カープの攻撃はまだ終わりませんでした。7月に入って5本目、頼れる4番のマクブルームにホームランが出ました。山本さん、これもまた見事な1本でしたが、完璧ですね、構えてうまく打った、どうだ、この当たりがスタンドに入りました、堂林グランドスラム、カープはこれで3日連続
ク満塁ホームランが出ました。大林の今シーズン5本目が満塁ホームラン。なんと6対4、カープこの回一挙6点で逆転。代打大林に満塁ホームランが出ました。今日もビハインドから一気に6点取って試合をひっくり返してみせました。大林の一振りです。吉田からカープが3試合続けて満塁ホームランが出ると。いい当たりですが右中間どうだ。打球が伸びてスタンドに入りました。ルーキーの中村健人今シーズン第3号。1点リードから2点リードにリードを広げる一本。東京ドームでホームランを放ちました。これで7対5、カープが点差を2に広げました。打ち上げました。どうだ、ウォーカー追っていって、追っていって、追っていって、入りました。今日スタメンマスクの磯村、金曜日の満塁ホームランに続いて今日は今シーズン第3号のツーランホームラン。これでカープ4点差、チームを勝ちに大きく導くホームランも今日打っていました。今シーズン第3号。つなぎの赤ヘル打線、今シーズンのカープ打線、打った坂倉の打球がなんと大勢からホームランを打ちました。9回の表、4点を追ってカープ、反撃ののろしでしょうか。坂倉翔吾、大勢からライトスタンドに飛び込む一発、4対1、カープ、これで3点差に迫ってきました。大勢からホームランも打ちまして、これで3点差です。